さあ、フェス結果が出てるんじゃないか。いいだ、ステージ発表の前に臨時ニュースよろしく。あれ、何でしたっけ。フェスの結果が出たよ。おお、よし、来ましたわ。今回はね、トリート派が勝つと予想しました。前の動画でも。で、トリート派の方が、なんか、数はね、投票率は少ないと思うんだけど、まあ、前回のハロウィンフェスもね、トリート派が数少なかったんだけど、少数精鋭で勝ったっていう結果があるので、で、このフェスっていうゲームシステム的に多分ね、投票率の少ないチームの方が有利なのかな？貢献度が稼ぎやすいのかもしれない。ということで、見ていきましょう。まずはどっちのチームが多く投票されたか、得票率の勝負、ドキドキ。でれれれれれ、でけ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 。でん、うわー、58% と 41%。結構大差ですよ、これは。うんうん。はい、次。まあ、投票率はね、こうなるとは思ってましたね。次次。これ次がね、大事だから。どっちがフェスを盛り上げたか、貢献度の発表、レギュラーとチャレンジ、いっぺんに行くぞ。え、いっぺんですか？うー、緊張する。でれれれれ、でけ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 。おぉ、来たほらね。やっぱ、なんか投票率低い方、勝つね。しかもチャレンジに至っては、52% って結構、大差だな。なんか普通、こういうなんか、なんていうの、まあ、何十万試合とか行われてるじゃないですか。だいたいこのレギュラーみたいに 50点何パー対49点何パーになるはずらしいんですよ。チャレンジ 52% とか勝ってだいぶ強かったんだな、トリート派。マジかよ。おお、ここまで来たら最後あれっしょ、最終結果ですね。その通り。つうわけで今回のフェスを制したチームはごっくり。やったキャー、トリートゲーマジかよ。トリート派の皆さんやりましたね。ほんとすごいです。私感激しました。トリック派も頑張ってたの見てたからな。もちろんだったか。これでも前回もトリート派勝ったから新しい文章は見れなさそうかな。ではでは姫先輩、今年はドッキリなしのお菓子パーティーナイトですよ。うへー、ドッキリなしってもうそれただのパーティーじゃねえかよ。せっかくだから仮装もやりましょう。私が姫先輩の分も用意しますからね。私の衣装ひらひらでフリフリのやつは NG だからな。性格出てるな。なんで私が用意しようとしてるものを当てちゃうんですか。だと思ったら絶対嫌だんかな。どの世界に可愛い格好したラッパーがいるんだよ。ほら、せっかくですからね。あ、そうだ、包帯もつけちゃいますよ。怖い。むむ、包帯はいいかす。でもいまいちパンチが足りねえよな。こうなったらスーパースカルサザエのチャームもつけちゃいます。おお、スーパースカルサザエめっちゃいかすじゃん。スーパースカルサザエって何で、飯田は何の仮装やるんだ。私は恐怖のゾンビカメラマンの仮装でパーティーを盛り上げたいと思います。よくわかんねえけど怖そうでいかす。あ、フェスに参加した人は広場でスーパーサザエもらえるってよ。次のフェスもお楽しみに。で、次のフェスは1月だっけに開催されるマリオコラボのスペシャルフェスっていうのがあるみたいですね。そっちも楽しみ。はい、ということでね、フェス終了しましたね。いやー、面白かったね、今回のフェスも。っていうか、個人的になんだけど、多分みんなも感じてる人多いと思うんだけど、今回さ、100倍のマッチング率めちゃくちゃ高くないですか？なんかツイッターのタイムラインとかでも、100倍勝ったみたいなツイートめちゃくちゃ多かった気がするんですよ。で、僕もね、100倍1回当たって、勝つことがね、できましたし、でね、10倍もめちゃくちゃ多かった。10倍3時間で5回ぐらい来たので、
ん ?4 回かな。で、100倍合わせると5回か。100倍が1回、10倍が4回来て、まあね、トリート派で140回勝ったのと、ね、同じ貢献をしましたからね。だいぶね、僕も今回はね、貢献したというね、自信がありますよ。まあさすがにね、100倍勝ったら貢献度でかいっすよね。で、今回のフェスは、君のハートにライドオンというステージでしたが、お、フェスの結果が出てますな。エリアだけちょっと高かったな、今回は。260位か。で、君のハートにライドオンというステージでしたが、皆さんはどうでしたか？僕、個人的には、なんか、やりづらかったなぁ。なんだろうなぁ。難しいステージだったわ。正直。結構。なんか、いやでも、あれ抜けたら、敵陣まで抜けてったら、めっちゃ強いんだろうけど、なんかね、中央をね、ずっとなんか守ってたくなっちゃうんだよな。さあ、デボン海洋博物館がジョークバトルやっていきましょう。デボンか。コンボやりたかったな。で、11月に入ってるので、ステージもね、変わってますね。10月のステージから11月のステージに変わっておりますな。なんか、エリアめっちゃ微妙だったけど、危ねえ！危なーい！やめてー！あれあれあれリッターかと思ったら、チャージャーか普通の。味方がリッターね。いやー、あの上のチャージャーと、ナイスナイスナイス。よし。わー危ない、そのボム。え、やれてない。あー、マジか。着地のダメージとしぶきでやれるかなと思ったけど。飛びまーす。そのボムは効く。危ねえ。おおナイス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 カワー、ありがとうありがとう。それ神。飛んでるな。味方のカワーが神すぎた。抜けるのか。それうまいね。君うまいね。あのチャージャーをやらないことにはこっちへ進めないぞ。なかなかしぶきが当たりません。しぶきがなかなか当たりません。危ねえ。ナイスオール。いいよ。うわーマジか、すまん。振りが間に合わなかった。うちナイス玉しかないからな。ハイプレが欲しいな。ごめんやれないのぞこれ。やれねえか、すまんよー。まだ回る、まだ回る。危なっ。キルは取れるんだけどな。なんか今回のフェスもそうだったんだけど、キルは、いて、キルは取れるんだけど、なんか塗りで
抜けられてて負けるっていうのがあったから、ライドレール、君のハートにライドオン、そこがね難しかったな。真ん中でさキル取っとくっていうのはできるんだけど、それじゃダメだったんだよな。カッパー、くそー、マジ。あのチャージャンをやりたいんだけどな。ナイス、えらい。このリッターいけ。リッターが相手のチャージャン狙ってくれるのはめっちゃ嬉しいんだけど、時間足りなさそうだなこれ。これがラストチャンスだ。勝った。やべえ、ハイプで貯められたら終わる。ハイプで貯められたら終わるぞ。いやー、ここいます。ナイス、飛びます。ナイスナイス、チャージやりは熱い。ナイス。諦めない心が、諦めない心がチームを勝利へと導いた。いやー、歩行所であのチャージャーやったのマジで神でしょ。ナイスんぎー、マジー。というわけでね、今回はフェス結果でした。まあみんながね、投票したチームは勝ったんでしょうか。まあ僕のね動画を見て、まあトリート派にね投票した人は僕に感謝しまくってください。というわけでご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。